サンプリンセスの船名は先代に次いで二代目にあたる。サンプリンセス級の一番戦で、1995年11月11日、イタリアのフィンカンティエリシャモンファルコーネ工場で竣工戦跨は3億ドル。客室数は975室で、603室が海側客室であり、うち約70%はバルコニー付きである。竣工当時、 ノルウェージャンクルーズラインのノルウェーを抜いて世界最大の客船であり引退解体されたものも含めた客船市場でも第4位の大きさであった12月1日にフロリダのポートエバーグレーズ港で行われた命名式にて親会社 P&O の会長夫人によって命名され翌2日よりフォートローダーデール起点のカリブ海クルーズに就航した移行は バンクーバー機点のアラスカクルーズ、それ以外の期間はカリブ海クルーズに就航していたが、2007年秋からはオーストラリアを中心に運航され、日本への来航は2008年8月29日に大阪港に寄港したのが初であった。また、同系の2番線が1997年、3番線が1998年、4番線が2000年に建造された。 2013年には、約3000万ドルをかけて、大規模改装を行いアトリウムへのカフェ設置、寿司レストランの常設化、ステーキハウスやスパのリニューアルなどが行われた。その後2018年の改装では選手に、シーウィッチの衣装を施すとともに、新プレミアム客室、クラブクラスジュニアスイート、ディスカバリーチャンネルと提携した、ユースセンター、 キャンプディスカバリーの設置、免税店のリニューアルが行われた。その後2020年9月に、親会社カーニバルコーポレーションの経営改善策として、同系戦士プリンセスと共に売却を発表。2013年より、日本発議クルーズとして本格的に投入された。国内客船の半額近い低価格クルーズの登場は、黒船とも呼ばれ。 国内戦車に衝撃を与えた。2014年はダイヤモンドプリンセスと合わせて2隻体制で日本発ギクルーズを40回以上展開。しかし2015年よりオーストラリアへ通年敗戦となり日本を撤退した。現在のプリンセスクルーズの日本発ギクルーズはダイヤモンドプリンセス1隻となっている。2019年には JTB クルーズの全線チャーターにより元船を用いての横浜、名古屋、神戸発着の世界一周クルーズを実施、従来の世界一周の相場と比べ4割安い価格でクルーズ初心者を取り込む目論みとしている。日本の旅行会社がプレミアム級客船をチャーターしての世界一周の実施はこれが初であると同時に、 プリンセスクルーズでも初のアジア発着の世界一周となる。2021年春からは日本のピースボートクルーズを企画実施する株式会社ジャパングレースがチャーターしパシフィックワールド号として世界一周クルーズを行うと発表している。神戸港に向かうサンプリンセスハットエビ大型客船、不当を急遽変更駆使入港前日の給油で喫水オーバーし、 大原は、北海道新聞。http コロンスラッシュスラッシュ www.hokkaido-np.co.jp スラッシュニューススラッシュ chiiki3 スラッシュ548762 h t m l h a t ンプリンセス。改装費3000万ドルのドライドックを経て就航。プリンセスクルーズ、サンプリンセス。 シンガポールでの15日間のドライドックを経て予想いも、新たに登場時々ドットコム。プリンセスクルーズ、利益率低い2隻を売却、サンプリンセス、シープリンセス全キャンセルに引くトラベルボイス2020年9月25日、米英、半はじめ、黒船クルーズが関西に、構成会も割安な LCC 時代到来か、サンケウエスト2013年12月15日、 考察、プリンセスの日本クルーズに、日本戦車、存亡の危機論もウェブクルーズ2012年3月28日、JTB、最安の世界一周クルーズ188万円から、日本経済新聞2017年11月27日、JTB、188万円からの98日間世界一周クルーズ、2018年1月。 発売トラベルウォッチ2017年11月28日。ありがとうございます。